今もやっていかんがん来てるよ。とさかに来てるよ。いいから落ち着いて。何かあったの？差別された。差別？業界用語的に言うと別さーされた。言わないよ別さー。もやっていいね。世の中の道理に気がついたの。なかんか俺だってお金がなくちゃ飲めない。だから自分でお金を稼がなくっちゃって。おう。それで仕事の面接に行ったの。頼もうって。なるほど、最初から警戒されたんだね。そしたら人事担当っていうちょっとやる気ない感じのおじさんが出てきて。上司になる人だよ、ご縁があったら。うちアニメーションは募集してないんですよって。ん？実写！実写だから。親たちはアニメっぽく見えるけどアニメじゃないから。ちょっと待てよ全裸！全裸はやめていい。話は全部聞かせてもらったぞ。そこにいたのか、全裸で。そこにいたか。全裸だったから全く気がつかなかった。服着ようかな俺。存在価値がなくなっちゃうけど。アニメだったらいらねえやってどういうことだよ。ブンブン。でも偉いぞモヤッティ、ちゃんと履歴書だって書いたんだろ。え？ああ書かなかったのか。よかったな、差別じゃないぞそれは。